浜松市広報アワー。さあ始まりました浜松なるほどアカデミー、モンド先生、その格好はあの光明山古墳以来ですね。そうです、学園長、久しぶりに帰ってまいりました。モンド探検隊です。探検隊ノリノリではありますが、今回は何を探検隊してきたんですか？はい、今回は皆さんよくご存知の浜松城を大調査してきました。はい、浜松城って今年ね、築城450年なんですよね。よくご存知で、学園長。そうなんですね、あのかの有名な徳川家康公が浜松城を築いてから今年で450年なんですね。あの浜松城といえばね、これまで城主がその幕府の要職重役に就いたっていうことから出世城って言われてますもんね。学園長、僕はいつ出世できるんでしょうかね。いや無理かもしれないですね。それは置いといてまだまだ浜松城を知らないことがたくさんあるんですね。というわけで今回のテーマは築城450年、浜松城の歴史を大調査です。今回の特集は皆さんがよくご存知の浜松城を大調査。450年の歴史が今も見ることができる？モンド探検隊がまだ知られざる浜松城の謎に迫っていきますよ。今回の時間割はこちら。盛りだくさんの内容でお送りしますよ。まずは1時間目。さあ今回のテーマに行く前にですね、少しだけ歴史のおさらいをしておきましょう。はい、こちらの年表を見てもらうと分かるんですが、学園長、最初の段階ではまだ浜松城と呼ばれていなかったんですね。浜松城の前は引間城だったんですよ。その通りでございます。現在の場所ではなく東照宮の近くにあったと言われていますね。でその後戦国時代になって武田信玄との戦いに備えて徳川家康が浜松にやってくるということですよね。さすが学園長、その通りでございます。それが1570年、この年代から徳川家康公が浜松城を築いていくということで、今回はここからの歴史となります。そこでモンド探検隊の出番です。さあ桃奈ちゃんもしっかり学んでくれよ。もしかしたらテストに出るかも。モンド先生、浜松城の歴史楽しみです。いやー、浜松城いつ見てもいいですね。またこう雨に濡れる浜松城もおつなものがありますね。いやいいなあ。あれ、鈴木さん、こんにちは。どうもこんにちは。ご無沙汰でもないですかね。久しぶりです。もうなんか準レギュラーですね。本当ですね。今回案内をしてくれるのはモンド探検隊には欠かせない文化財課の鈴木さん。どんな浜松城の秘密を聞かせてくれるのかな。鈴木さん、浜松城、はい、もう僕も何回も行ったことあります。もう来ました。もうほとんどこうやり尽くされたんじゃないんですか。いやいや、今日はもうマニアックに行きますよ。マニアック、あそこ見えてますね、天守閣。はい、いいですね。みんな行くと思うんですけども、うん、今日は行きません、うん、行かないよ。はい、あそこには行きません。今日天守閣行かない。行かない。行かないで浜松城の特集。もちろん、もう行かなくても浜松城の魅力はたっぷりということ。まだまだ我々が知らない浜松城があると、はい、ご紹介したいと思います。いうことですか。はい、それでは450年の歴史を振り返っていきましょう。まずは浜松城っておっしゃいますけども、はい、ここの石垣があるところだけじゃないんですよ。ん、このちょっと地図をご覧いただきたいと思うんですけども、はいはい、お分かりになります？今いらっしゃるところ、今天守閣がここにあるので、はい、我々はこの辺。そうですね、お城っていうのがこの辺りだっていう風なイメージありますけども、実は江戸時代はこんなに広い。え、これ全部お城？そうですよ。最近ここの南のエリアが公園整備されていて、うん、ちょっとこのお城の範囲が広がってるなっていうのが分かってきてるんですけども、はい、それよりも前、その450年前の姿ですけども、はい、一番の特徴は、うん、今見るような石垣がないお城だった。ちょっと待ってください、はい、450年前こんな感じじゃなかったという。そうなんですよ、土造りのお城だったんですよ。ちょっと待ってください、家康の頃。そうなの、はい、ここの園路を見ていくと、はい、ここのところからそこちょっと色が違うの分かりますか。
はい、色違いますけど、これはだって公園の感じじゃないんですか？いやいや、違います違います。これデザインじゃないですよ。そうなんです。そうなんですよ。よく見てください。ここに何か。はい、あれ、堀跡って書いてある。はい、そうなんですね。ここにですね、はい、石垣を持たない堀が発掘で確認できたと、はい、いうことなんですね。じゃあ当時はここをぐっと下がってた。そうなんです。こちらが450年前の浜松城をイメージしたもの。今とは形が違うお城だったんですね。でもどうして浜松にお城を作ったのか疑問です。で、なぜこの浜松の地にあったかって何かお分かりになります？攻めやすかったとかですか？攻めと守りを考えていく中で、はい、この場所というのはすごく重要で、この浜松にするか、もしかしたら岩田の方に作ろうかっていう、そういう考えもあったんですね。武田信玄と戦うために、はい、その時に岩田だと岡崎との間になんかものすごい障壁がありませんか？あ、天竜川？天竜川、はい、危ないですよね。天竜川を背後に戦わなきゃいけないっていう風になってしまうので、はいはい、そうではなくて天竜川を渡ったこちら側ならば岡崎とも陸続きでもあるし、はい、あとは浜名湖の方を使って船でも移動しやすい、はい、はー、じゃあ450年前徳川家康がここにお城を作ったのは、はい、ちゃんとそういった理由があったんです。あって、ええ、歴史が苦手なモンド先生に代わって説明します。戦国時代、徳川家康は織田信長の依頼を受けて武田信玄と戦うためこの浜松城を築いたのです。そして信玄は病気で亡くなり、時代は安土桃山時代に変わります。実はその時代を象徴するものがまだ残っているようです。いや、立派な石垣が近くなってきました。はい、なかなか普段こっちは来ないところなんですよね、はい、マニアックなところとか。かなりマニアックな。モノさん、よくご覧いただきますか、はい、石垣が違った大きさのものが、確かにこう大きい、大きな石があったりとか、はい、小さい石があったりとかってこう、はい、バラバラになってますね、はい、これ計算してるんですよ。これ計算して計算してるの？わざと大きな石を入れて、ちっちゃな石も入れてっていうことをやっているんですね。デザイン性のある、はい、一種の芸術作品。豊臣さんの世の中になると、うん、それまでの戦やる気満々の家康のお城もまあ良かったけども、はい、新しい時代はこういう豪華絢爛な石垣を作り、天守もあるっていう、そういうお城なんだっていうふうに。すごいですね、はい、まあ、浜松の宝ですよね、本当に。この立派な浜松城を作ったのは豊臣秀吉家臣の堀尾義治。秀吉の天下にふさわしい浜松城として新しく作ったようです。でもどうやって作られた時代が分かったのかな？モンド先生、ここでクイズですね。ではここでクエスチョンです。現在の天守閣の元になった浜松城は、先ほどお話にも出てきた堀尾義治の時代に作られたものです。それはあるものを見るとその時代が分かるのですが、そのあるものとは一体何でしょうか？今でも見ることができますよ、学園長。さあ、学園長、お答えいただきましょう。しばらく前に、はい、静岡市の駿府城で金箔瓦が見つかったっていうニュースがあったと思うんですよ。はいはいはい。瓦を見ることによって年代が分かるんじゃないかと。じゃないかな。さあ、桃奈ちゃんはどうでしょうか、分かったでしょうかね。それではこちら正解ご覧ください。では鈴木さん、正解は？はい、正解はこちらです。重そうですけども、瓦ですね。瓦、発掘調査をするとこういったものが出てくるんですね。そうすると、はい、ああ、これは堀尾義治の時代の浜松城のものだっていうのが分かる。なるほど。もう一番分かりやすい指標。ちゃんと建物があったと、はい、いうことが分かるのか。ちょっと優美な感じしますか？なんかかっこいいですね、これだけ。というわけで正解は瓦でした。安土桃山時代が終わり、江戸時代に入った浜松城、そこでまた大きな変化があったようです。江戸時代の浜松城、はい、うん、本丸がこの辺にあって、はい、本丸の正門があるんですよ。
正門、はい、鉄の門と書いて黒金門というふうに読むんですけども、はい、およそその位置も分かってるんですね。分かってるんですか。ちょっとよく探していただけますか。これじゃないな。これじゃないですよ。あれあった書いてます、はい、黒金門、はい、ここにあった。黒金門推定位置でちょっと探してみます。もう少し向こうの方に続くと大きいですね、はい、あったありました。ここに黒金門、はい、ちょっと私行ってみますよ向こうに。鈴木さん走ってもらっちゃってすみません。こんな大きい。うわ大きいでしょ。大きい。南側に入るんです。ここに門があったんですか。はい、こちらから入っていって、まあ、頼もうって感じ。こんな場所に大きな門があったなんてびっくり。いつもお散歩で歩いていたところだったけど気づきませんでした。江戸時代に作り変えてるんですよこれ実は。何を作り変えたんですか。正門を南側に作り変えてる。ということは江戸時代よりも前は門が違う位置だった。別のところにあるんです。どういうことですか。一番浜松城をかっこよく見せるために考え抜かれた門の位置があるんですよ、はい、本当は。一番浜松城を見せるためにかっこよく見せるために。門戸先生、せっかくなのでクイズでお願いします。ではここでクエスチョンです。江戸時代になり東海道の書状は譜代大名が治めるようになります。そこで城下町と一体となった大規模な改変が行われるんですが、では江戸時代より前は浜松城一体どちらの方角を向いていたでしょうか。地図を見ればわかるかも。学園長、方角ということですけども、やっぱり、はいはい、京都の方を向いてたと思います。だから西の方を向いてたんじゃない。なるほどなるほど、うん、西の方、京都の方を向いていたと。そう大丈夫ですか。自信はないけどあるでは正解見ていきましょう。正解はこちらです。どうぞ。では鈴木さん、正解は。正解は、うん、上がってみましょう、はい、こちらの方にご案内します。お願いします。お、はい、いいでしょう、はい、反対側をご覧ください。こちらですよ。おお、この位置。そうです、一番かっこよく見えるのがまさにこの方向。確かに、ドーンと天守閣やという。そうです。うわ、この位置いいですね、はい、ずっとこっちに行くと、はい、あちら側のですね、はい、ビルがあるあたりが元々の城下町だったんですね、うん、あっちは城下町、はい、町が変わってるんです。フリップご覧いただきたいんですが、はい、江戸時代は南側に城下町があるんですが、はい、うん、安土桃山時代、はい、戦国時代の城下町、お、ここにあるんですね。あ、東側。はい、450年前は引間宿という町が東の方にあって、はい、そこからお城をこう上がっていくということで東向きにお城を作っていたんですね。なるほど。というわけで正解は東向きでした。いや、鈴木さん、はい、今日は一回も天守閣の中に入らず、はい、そうですただこうやって石垣を見たりとか、はい、その門の跡を見ることによって、はいはい、その当時の450年のね、はい、浜松町の歴史を振り返るっていうのも面白いですね、はい、ありがとうございます。発掘調査も進め、はい、さらには天守閣の中の展示もリニューアル計画していますので、はい、まだまだいろいろなこともお伝えできるかと思います。まだまだ我々が知らない浜松城がたくさんあると、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。楽しみですね、はい、今日はとっても魅力的な浜松城散策でした。 ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございました、はい。さあ学園長、いかがでしたでしょうか。また浜松城の新しい一面を知ることができたんじゃないでしょうか。いや、今回はマニアックだったね天守閣にも行かず行かずに、でも新しいことがいっぱいあって、はい、やっぱり450年奥が深いですね。本当そうですね、うん、現在も浜松城二の丸元城小学校の発掘調査も進んでいるということで今後は楽しみですね、うん、さあ桃奈ちゃんもしっかり学んでくれたかな。ではまとめを作ってもらいましょう。モンド先生、わかりました。しっかりまとめていきます。モモナのまとめ。今日モンド先生は
浜松城について授業をしました。450年の歴史でこんなにも浜松城が変わっていたのを初めて知りました。今もその時代のものが残っていることが知れて、浜松城はとっても貴重なものだと分かりました。桑原桃奈。桃奈ちゃん、しっかり学ぶことができましたね。大変よくできました。それでは次の授業もお楽しみに。さあ、授業はまだまだ続きます。学園長、2時間目は続いては教えて浜松市長です。今回は海洋プラスチックごみについてお話を伺っています。こんにちは、片川のり子です。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。浜松市には風光明媚な浜名湖や、はい、そして広い広い遠州灘があって、サーフィンなどのビーチマリンスポーツが盛んな場所でもあるんですが、はい、今の国際的に問題になっているのが海の自然環境ですね。海洋プラスチックごみというのをよく聞くんですけれども、はいはい、これはこう世界の問題ではなく身近なところでも関係しているんでしょうか。はい、これはまさに世界的な問題なんですけどね、うん、で当然その日本もその枠に入りますので、はい、身近な問題と、うん、捉えていただかなければいけないですね。プラスチックとはですね、生産量が急増してまして、この50年間ですね、20倍以上になったんですね。でこれやっぱり便利なもんですから、いろんなところに使われるんですけども、逆に言うとですね、便利なんですけども、なかなかこれが、分解されないというですね、デメリットというか特性がありましてね。でもう一つはですね、厄介なのは、そのプラスチック自体だけではなくてですね、それが分解されるとですね、細かなプラスチックなんですね、はい、でこれは紫外線だとか波なんかにですね、5ミリ以下にこう分解、ちっちゃくですね、はい、なったものですね、マイクロプラスチックというんですけども、これがですね、海の生態系なんかに非常に悪影響を及ぼしてまして、非常にそういう意味ではですね、今このプラスチックによるですね、海洋汚染というのはですね、深刻なんですね、はい、よくニュースなんかですね、海洋の生物がですね、死んで打ち上げられたと、調べてみるとですね、胃の中にプラスチックがいっぱいあったっていうケースがありますけれども、最近もウミガメがですね、はい、死んだ死骸が見つかって、その中にですね、プラスチックゴミが袋がですね、たくさんあったっていう報道ありましたけれども、はい、遠州などもですね、ウミガメの産卵地域になってますから、人ごとではないんですね、それは特殊なことではなくて、はい、今世界中でそういうことが起きているということでございます。はい、あと残念なことに、もう現実は海とか川にはペットボトルが捨てられていたりというね、本当に私たち身近な問題として捉えないといけないですよね。はいはい、我々まずね、ちょっとぐらいなのと思ったらですね、世界中だとものすごい量になるんですね。そうですね。はい、では市長、浜松市における海洋プラスチックごみの状況はいかがでしょうか。はい、浜松ではですね、年間通じて大きな清掃活動が行われてまして、はい、例えば浜名湖クリーン作戦、これはもう42年間続けられてるんですね、はい、それから遠州灘をきれいにするですね、ウェルカムクリーン作戦と、こちらのは31年間継続をされています。これらのですね、清掃活動で回収されるゴミはですね、市民意識の向上などのおかげで年々減少傾向にはあるんですけれども、はい、それでもですね、浜名湖クリーン作戦では毎年30トンを超えるですね、ゴミが回収されてるんですね。で海岸に漂着するゴミは、どこか遠くからですね、流れ着いてくるというイメージがあるかもしれませんが、はい、浜名湖は地形上ですね、ゴミが溜まりやすくてですね、ゴミの多くが、ポイ捨てやですね、河川を通じて流れてきたものと考えられてるんですね。また昨年市民の皆様とともに遠州灘海岸クリーン作戦と題した、ゴミ調査を実施しましたが、その結果ですね、なんとプラスチックゴミはですね、80% にも上ったんですね。そんなに多いんですね。はい、ですから大量のプラスチックゴミを出しているのは実は私たち自身かもしれないというふうに、はい、自分事的にですね、はい、ちょっとぐらいならってポイ捨てしたのがですね、実はたまりたまるとものすごい量になるということなんですね。はい、本当にそういう自覚を持たないといけないですね。はい、この海洋プラスチックごみについて浜松市では先ほど清掃を行っているということだったんですけれども、その他にも取り組みが行われているそうですね。このプラスチックというのはですね、実は再生ができますので、
これ分別してですね、再生に回してもらうとですね、非常にこれゴミを減らすことができるんですね。だからあのペットボトルとか包装容器プラスチックとかこういうものはですね、ぜひそのリサイクルに回していただきたいと思います、はい、で一方でですね、そもそもこのプラスチックゴミを出さないという、それを減らすというですね、あの取り組みも大事でございますので、あのレジ袋とかですね、はい、ペットボトルを減らすためにですね、マイバッグとかですね、マイボトルを使っていただいて、できるだけそういうですねプラスチックのゴミをですね出さない、で、まあ、こういうことをですね、知ってもらわなきゃいけないって、ね、はい、で特に子どもたち、小さい頃からですねそういう問題をですね、意識してもらうためにですね、浜松市のですね小学校で、はい、この海洋のですねプラスチックゴミを題材としたですね、劇をですね、今年度は8校、はい、3年間で24校のですね、まあ、小学校で、まあ、そうした劇を上映してですね、啓発を行っていくということに取り組んでまいります、はい、あとですね、市もですねまず率先してその取り組みをしていかなきゃいけないんで、まあ、市でいろいろこう啓発品というのがあるんですけども、はい、その中にプラスチックが使われているケースが往々にしてあるんで、まあ、そういうものをですね、プラスチックではないものに切り替えていったりして、うん、できるだけプラスチックを使わないようにして、はい、まあ、こういう取り組みですね、まあ、市も率先してやっていきたいと思っております、はい、ぜひ皆さんにも心がけていただきたいですね、はい、ここからは市長自ら質問にお答えいただきます、お答えしましょうのコーナーです。市長よろしくお願いいたします。今日はですね、浜松市立篠原小学校の4年生からの質問になります、はいはい、市長お答えくださいね、はい、それではお答えしましょう。今年はコロナの影響でいろいろな花火大会が中止と聞いて残念に思っています。市長が今まで行った花火大会で良かった花火大会はありますかということです。そうですね、まあ、なかなかねこれ一つに決められないんですけどね、あのこの浜松の地域というのはですね、特徴はね実にたくさんの花火大会が開催をされているということなんですね、はい、まあ、大きなものだけでもですね、例えばあの鹿島の花火大会とかですね、はい、あの三日日の花火大会とか、関山寺の花火大会とかですね、はい、中野町の花火大会とかたくさんありますね。たくさんあるんですよ、はい、で小さなものまで入れるとですね、本当にねこのシーズンはですね、たくさんの花火大会が開催されてまして、まあ、私 の, あの家の近所でもね、はい、あのサナルコの花火大会というのがありますですね、はい、まあ、私もいろんなこう花火大会にあの出かけてまして、まあ、それぞれやっぱ風情があっていいもんですから ね, ね、はい、なかなかこれが一番っていうのは決められないんですけどね、まあ、ですから浜松はそのいろんな地域で、うん、特徴を持った花火大会が行われてますんで、はい、まあ、ぜひですね、はい、まあ、いろんな花火大会に出かけていただけるといいんじゃないかと、ね、今年は残念ですけれども ね, ね、まあ、そうですね、はい、今年は ね, ね、残念ですけども、まあ、来年は多分開催できると思いますんでね、はい、今日は花火トークをありがとうございました、はい、以上お答えしましょうのコーナーでした。では今日もお時間が迫ってまいりました、はい、市長から浜松市民の皆さんにメッセージをお願いします、はい、今日は海洋プラスチックごみについてお話をさせていただきました、まあ、先ほど、海洋のですね生物に非常に大きな悪影響を与えるとですね、お話もしましたけども、実はこれ海洋生物だけの問題じゃなくて私たち人間にもですねこれ深刻な影響が予測されるんですね。どういうことかと言いますと、まあ、今日お話しましたいわゆるマイクロプラスチック、まあ、小さなあの細かくなったプラスチックというのはですね有害物質をですね吸着をする性質がありますので、まあ、それを例えば小魚が食べると、それをまた大きな魚が食べると、まあ、食物連鎖が起こっていくとですねそこにずっとその有害物質が蓄積をされていくと、で最終的にはですね人間がですねそうした海の魚なんかを食べた時にそういう有害物質をですね体内に取り込んでしまうということになりますから、これは本当にね人事ではないんですね。ですからできるだけですねこの、プラスチックの害というものを減らしていかないと最終的には自分にそれ降りかかってくるということになります、まあ、そのためにもですね今日お話ししました、一つはですねリサイクルに回すということで、できるだけプラスチックのですねペットボトルとか容器をですね、分別していただくとです。さらに大事なことはそもそもプラスチックのゴミを出さないということですね、マイボトルとかですねマイバッグを活用していただきまして、できるだけプラスチックのものを利用しないということを心がけていただきたいと思います。
まあ、これは日本だけの問題ではなくて、これ世界的にですね、非常に重要な問題になってまして、皆さん聞いたことあると思いますけれども、国連で2015年にですね、採択をされました SDGs というですね、2030年までに世界中の皆さんが取り組まなければいけない17の開発目標というのがありますけれども、その中の14番目がですね、海の豊かさを守るという目標がございまして、まさにその中の重要な取り組みがですね、この海洋プラスチック汚染をどうやって阻止をしていくかと、いかにですね海洋のこの環境をですね守っていくかということがですね謳われているんですね。ですからこれはまあ世界的に取り組んでいかなければいけない問題でございます。まあ、そういう意味でもですね、私たち一人一人にも責任がございますので、まあ、ぜひ皆さんにはですね、この海洋プラスチックごみの問題にですね、大いに関心を持っていただきまして、少しでもプラスチックごみが削減できますようにですね、取り組んでいただければありがたいかなと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。海洋プラスチックごみが非常に広く影響して、はい、また長期間にわたって問題になるということが本当によくわかりました。これね、ずっと長く残るということがですね、うん、一番問題ですね。そうですね。それはずっと蓄積されていきますから、はい、最後私たちにそれが降りかかってくるということですね。そうですね、はい、本当に自分ごととして自分ごとなんですね、はい、はい、できることから取り組んでいこうと思います。はい、市長今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。市長からのメッセージ、皆さんにも届きましたか。さあ、モンド先生、続いて3時間目は、はい、懐かしの姿勢映画、今回は1978年の姿勢ハイライトです。あなたもスポーツしませんか。4月、日羽市町に勤労者体育センターが完成しました。働く人たちの体育館として大好評、連日たくさんの人が利用しています。トレーニング室も完備していて、基礎体力作りにも一役買っています。ナイターのできる野球場もあり、はつらつプレーでみんないい汗を流しています。長年市民の皆さんに親しまれてきた市役所庁舎、この増改築工事が始まりました。8月8日には起工式が行われ、関係者約100人が出席しました。省エネルギー、耐震性を考慮した鉄筋コンクリート地上8階、地下2階の庁舎が計画されています。市民生活に密着した市役所の仕事は増える一方です。皆さんの要求に対応できる環境が整うのももうすぐです。
回の浜松なるほどアカデミーいかがでしたか。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。